江ノ島フリートレース、5月11日です。 4.7 が、スタートして、今第一、下マーク、下マークの方に向かっています。晴天に恵まれまして、風の方が230度、設定の風速が3から4メーターの状況です。こんな感じで春風に乗って走っております。はい、4.7 先頭グループ第1、下マーク、開口になります。今回は趣向を凝らして通常のオリンピックコースじゃなくて、ゴールが、クローズで、終わるというカメラアングルを意識した、コース設定にさせていただきます。ラジアルと、スタンダードを同時にスタートした、第2グループ、青野さんが、下マーク取って開口していきます。赤い帽子似合わないひどい失礼白がいいですか。スタンダードが何点、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 来ました。そう、カニニャンはちょっと慣れていたって、淡い光のボタンでいつも君を呼べるよ。緑色のアンテナはどんな秘密の言葉もそっと伝えてくれる。翼持てないけど、目を閉じれば心はほら空を飛ぶよ。君の声を聞かせてよ、大好きな歌のように耳元から溢れて。風が吹き込んで胸のポケット鳴らす。長い夜がもどかしくて寂しいから夢の中で
泣けたら明日をもっと信じられる。こんなに愛してる。君の声を聞かせてよ。本当の微笑みで見つめ合える、その時まで。見えない腕で。